テイルズ・オブ・ジャビス、前回の続きからプレイしていきましょう。モースか。モースの声。なんだ、どこから聞こえるんだ。わかりません。空のようですが、まさか。我が神聖オーライト団の同士、モースや。こんなに従うか。今や世界は不要と呼ばれ、上記に進まれ、滅亡を変えようとしている。それはなぜ、キムラスカとマットの女王が基礎ユリアスコアをないがしろにしたためだ。そういう感じになっちゃうか。モースめ、何を考えているのだ。そこで私はスコアを求めるあなたの講談を設定した。それが神聖のオーラの講談である。スコアを守るって、そんな無茶苦茶なことして守るもクソもないだろう。まずいな。はい、市民たちが不安から暴動を起こすやもしれません。暴動で済めばいいけどな。セブンスフォにもなかったやつがよく同志を名乗れんな。ついていくやつもいないだろ。ヒャハとかゲフとか言ってるよ。死者ね。その精神汚染は始まっているようですね。汚染ってレベルじゃないでしょう。精神汚染。モースはセブンスフォニムの素養がないのに、体内にそれを取り込んでしまった。今モースの意識は素養のないセブンスフォニムのために拒絶反応を起こしている。簡単に言うと、理性が失われつつあるんですよ。それが精神汚染か。でもあの男が神聖ローレライ教団などという馬鹿げたものを作ったのは、あの男自身の意思ですわ。スコアへの申し入れも度が過ぎています。イオン様が再生しようとしていたローレライ教団があんな奴に潰されるなんて許せない。陛下に謁見しよう。ピオニー陛下もインゴベルト陛下もモースに下るような人じゃないはずだ。ええ、そうです。前後策を詰めましょう。
ただどうするかだよね。あの歩道に、神聖歩道に入る方法っていうのも。いやあ、なんだ、邪魔の他は私の中に、何だ。いやあ、セブンスフォニムの注入からそれほど持ちませんでしたね。少量のセブンスフォニムでこれか。では閣下、ローレライを制御できなければ。バンはセブンスフォニマーだ。ここまでのことにはならないよ。な、何を言って。しかし哀れだな。この姿になってまでスコアに固執すると。そろそろ時間だ。行くぞ。置いていくんだ。イオンのローレライ教団のために。さっきのあれ何なの。こんなことイオン様だってやったことないのに。あの技術、2000年前の文明の一部を掘り返したとでも言うの。信じられないわ。でも困りましたわ。これで世界中の人間が神聖ローレライ教団の存在を認知してしまいました。これから世界中が混乱に陥りますわ。うーん、イオン様が改革して守ろうとしてきたローレライ教団をあんな偽物に潰されてたまるか。アリス、ナタリア、ディア、力を貸して。もちろんですわ。あのような輩に私の愛する国を好きにはさせません。アニス、頑張りましょう。うん、見ててくださいね、イオン様。なんというか、なんかアニスがイオン様に言及するのはちょっとなんかやっぱまだ俺引っかかるとこあるな、どうしても。仕方ないとはいえな。最後はイオンの選択ではあったんだけどさ。話は聞いたぞ。オド諸島の一部が消滅したと。はい。ちょ地表のレプリカ情報を抜き取りながら。そうするとレプリカ誕生時にオリジナルとレプリカが一瞬セブンスフォニムを共有する。ごめんなさい、コントローラーを床に置いた俺が間違いでした。 R2 押すとスキップされるんだね。この時超振動によく似た干渉現象が起きます。難しくて話についていけねえ。ようやくしてくれ、ちょっと飛ばしちゃったから。つまりレプリカ大地が誕生すると同時にオリジナルの大地が消滅してしまうのよ。それってさ、一レベルのやつだと起きないの？アッシュとかって大丈夫なのか？じゃあ止めないと大変なことになるじゃないか。レプリカ大地を作っているホミクリ装置はどこにあると思う？エルドラントでしょうね。大地の情報を抜き取るには相当の時間がかかります。今ならまだ食い止められる。キコーラに任せてもいいか。我々には空を飛ぶ術がない。もちろんやれるだけのことをいたしますわ。地上の警戒は我がマルクト軍で行いましょうぞ。我がキムラスカも協力いたします。ねえナタリア、それならスコア会議について今提案してみたらどうかしら。そうか、そこでキムラスカとマルクト、それにローレライ教団が足並みを揃えられれば神聖ローレライ教団に対抗できるよな。そうですわね。今こそその時かもしれませんわ。陛下たちが話し合いの席を持ってくれればエルドラント攻略のための話もできますね。どういう。ガイ、説明を。それはナタリアの仕事だろうが。
まあいいか。よし、承知した。いつでも日程を開けよう。場所はダートで構わないのか。はい、それがいいと思います。インゴベルト陛下は事情をご存知だから、次はテオドーロさんに確認だな。ええ、ユリアシティに行きましょう。超振動の力。疑似超振動。ティアと俺が吹き飛ばされた。疑似とはいえ超振動であることは違いない。威力は6割減と言われています。それでも物質は崩壊する。俺の超振動と変わらないのか。あなたの超振動が本気で発動したら塵一つ残らず分解されます。アクゼリスが一部でも残った状態で崩落したのはあなたの力が劣化していて不安定だからです。そうなのか。アッシュが戦いに超振動を利用しないのもその威力の大きさゆえです。超振動は大気すら消滅させる。疑似超振動でよかったと思うべきなのでしょうね。とはいえレプリカの大地が出現するたびにオリジナルが消滅してみろ。とてもよかったなんて言ってられないぜ。くそ、エルドラントを何とかしないと。そのためにはプラネットストームだの神聖ローレライ教団だの問題が山積みだがな。まあ何とかするしかないんだろうけど、どうするんだろうな。本当にどうするんだろう。国境を越えた結束。でもこういうの熱いよな。初めてマルクトとキムラスカが正面切って協力し合うことになるのかな。ええ、戦争までしてたんだもんな、ね、エルドラント攻略はマルクトとキムラスカ、それにダートが手を取り合わなければできないんだもの。敵の敵は味方です。大佐の言い方には納得できませんが、確かにこのようなことでもなければ平和条約を結んだとはいえ協力し合おうとはならなかったかもしれませんわね。きっかけなんか何でもいいよ。これで少しでも関係が変わるなら。全てが終わった後も永遠とはいかなくても、なるべく長い間平和的な関係であるように努力していけばいいことだからな。ま、遠い未来のことはさておき、今はエルドラント攻略に集中しましょう。遠い未来ね。平和が一番だよ、やっぱ。ここにいたのか。ラルゴ。ラルゴ、ようやくのご登場ですのね。会いたくはありませんでしたけれど。そう嫌なことを言うな。アリエッタはシーグルの森でお前たちを待つそうだ。アリエッタ、本気で決闘する気なんだね。僕たちの森で戦おうですの。どうしてそんなとこで。あの森はアリエッタの母親が亡くなった場所だからな。まあやったのはね。立ち会い人はあんただったよね。アリエッタが負けたら次はあなたが相手というわけですか。俺は立ち会い人としての仕事しかせんよ。それにアリエッタが負けるとは思っていないのだ。よーし、じゃあアリエッタのやつに引導を渡すか。アニス、大丈夫か。無理してるように見えるぜ。ん？私に気を使うならルークは別の人に気を使った方がいいんじゃないの。これ痛いけど今言うことじゃないよね。横にいるもんね。ナタリアか。横にいるからさ。この間からすっごい傷つけてるの気づいてないんだ。そういうとこは成長してないからな。なんだよ、はっきり言えよ。そのうちにな。ナタリア、それ聞いて何も言わないんだな。アリエッタのためにも、ためにね。どうしても決闘という儀式が必要なのでしょうか。少なくとも
アリエッタにとっては必要なんだろうな。決闘を受けずに恨みを買ってあげることでアリエッタに生きる希望を与えるという選択肢もあるわね。まあそんな。それではアニスが辛すぎますわ。本当はね、それも考えた。アニス、あなたという人は。だけどあいつは生まれてからずっと伴総長の手のひらで踊らされてきたんだもん。だけど今回のことは伴総長とは関係なく、あいつ自身が決めたことだと思うから受けてやる。わかった、俺はもう止めない。だけど悲しいですわ。避けられるなら避けたいと私は思います。背景の声面白いな。ありがとうナタリア。いや、いい話だとは思うんですけどね、ずっと走ってる途中のポーズのガイが面白くて、今はそんなことを話している場合ではないとあれほどね私も申したんですけども、いかんせん気になってしまって。話せばわかる？わかんないかな。気になったんだけどさ、なんでフォーマスターガーディアンってさ、そのちっちゃい女の子ばっかり起用してんの？趣味？出航。外出るよりはこっちの方が早いよね、多分。チグだね。久しぶりだな、ここも。よし。わかりづらいような、入るの。本当にもういなくなっちまったんだな。そっか、イオンに初めて会ったのここだもんね。みんなはここで待ってて。初めてではないのか、先に村の方で会ってってことか。アニス、一人で行くつもり？うん、これは私の問題だから。違う、イオンは俺たちの仲間だった。イオンのことなら俺たちの問題だ。それにアニスだって仲間だろ。私がずっとみんなを騙してたのに。それは仕方がなかったのでしょう。アリエッタには魔物の友達がついているはずだ。アニスには俺たちがついていかないとな。でも仕方がなかったで済ませていいのかな。イオン様は私の身代わりになってくださった。決闘なら私も行くべきだわ。怠慢じゃないの？やれやれ、仲間という言葉が正しいかどうかは分かりませんが、まあ腐れ縁であることは認めますよ。大佐らしい言い方。うん、分かった、みんなにもついてきてもらう。よし、決まりだな。仕方ないな。これで行こう。ここでイオンと初めて会話らしい会話をしたんだったな。そういえばそうね、あなたイオン様からキャパシティコアをもらっていたわ。あいつ不思議なやつだった。俺結構嫌なやつだったのに、あいつは俺のことを優しい優しいって。懐かしいとも言ってたよ。俺がレプリカで、あいつもレプリカだからなのかな。どうでしょう、レプリカ同士が認知し合えるのか分かりませんが。が、何ですか？私は人の生まれ変わりというものを信じてはいませんが、ずっとずっと昔、
あなたとイオン様は親しかったのかもしれません。レプリカだからなどと考えるより、その方がいいんじゃありませんか？ジェイドらしくないが、そっちの方がいいな。うん、そうだな。イオン、お前に会えて、俺本当に嬉しかったぜ。俺のことを、多分本気で褒めてくれた、初めての他人だもんな。もう泣きそうなんだけど。森が静かですの。六人称が来てるからかな。そうですの。多分そうですの。森の魔物もこれから起こることに気づいているのか。僕もアリエッタの仇ですの。僕本当にダメなチーグルですの。ライガのことか。いや、あれはみんながみんなボタンをかけ違ったからだよ。誰が悪かったわけでもない。僕は洋服を着ていませんです。そういうことじゃなくて。ああ、でもこういうとこがあれなんだよね、ミュウなんだよな。あれ、こっちじゃなかったっけ。あれ、どうだっけ。あれ、こうか。こっち行くとあれだよね、ライガを初めて倒した時の。よし、ここで一旦区切ろう。次回アリエッタとの決闘をやっていこう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。